兄は栗林徳一。札幌中学を経て、東京帝国大学農学部獣医学科を卒業後、イギリスケンブリッジ大学に留学。帰国後は、父が起こした栗林商船に入社し、後に会長を務めた。本業の傍らで競争馬の馬主としても著名であり、ミスター競馬と呼ばれ、 全日本馬種協会連合会会長などを歴任した。1977年8月8日、廃炎により79歳で死去。栗藤の靴輪を取る有事王子の水無し和太郎の死去に、際して、その所有場を譲り受けたことを活動の端緒とし、以後、栗という冠名を使用して、変則三冠馬栗藤、提出五商天優勝馬栗光などを所有。 前後して、千葉県の羽田牧場の土地を購買して、大東牧場を創設し、1952年のクラシック二冠ばクりの花、さらにその産区から天皇賞優勝ばクりペロと栗秀を生産した。日本において、オーナーブリーダーという存在を確立した人物とも、評される。他、故郷室蘭のユートピア牧場も買収している。馬の購買にあたっては演技を担ぎ。 栗毛の馬しか選ばなかった。1951年に全日本馬種、協会連合会が創設されると、その初代会長に就任。会として、軽種馬生産農業共同組合、全日本調教式種連合会とともに、当時国営であった競馬の民営化を推進し、日本中央競馬会発足後は、運営審議会委員に任命された。馬種会では、 会長退任以降顧問を務め、票に出ることがなかったが、1965年に小川虎蔵、川端義雄の要請を受けて、日本バ種シュ協会連合会の第三大会長に就任一期二年を務めた。退任後は名誉会長職が新設され、1975年までその地位にあった。自身が獣医師資格を持ち、馬術にも長けていたことから、 こと馬に関しては非常な自信家であった。また、三船急増に教えを受け、柔道七段という連達の人物であり、三船と一緒に落馬時の受け身の取り方について、騎手、調教師に対する講習を行ったこともあった。勝負服職は、青、茶だすき、赤袖。括弧内は、当該場の優勝受賞競争。太字は八大競争。 東京優秀を制止外戦する栗の花陣営1968年に東京で医師が心身障害児の子供と無理心中を図った事件が起きた際心身障害児に対する支援金として読売新聞社に2000万円を寄付これに読売が答える形で読売愛のプレゼント協会が発足し1971年には 読売光の事業団と合併して、社会福祉法人読売光と愛の事業団に発展した。また、有事は、競馬の賞金についても寄付に回しており、栗ひでの天皇賞優勝賞金を NHK と日経新聞社に寄付したことをはじめとして、以後重賞を勝つごとに、方々へ寄付を行っていた。また、太平洋戦争中には、故郷、 北海道から出生する兵士に対して、地偶の有無にかかわらず10円ずつの選別を渡しており、その総額は約1000万円に上った。ありがとうございます。